青い影は、イギリスのロックバンド、プロコルハルムが1967年に発表したデビュー曲。ローリングストーンの選ぶオールタイム、グレーテストソング500では57位にランクされている。イギリスの BBC ラジオ2が2009年に発表した過去75年 UK で最もプレイされた曲トップ10では第1位に選ばれている。ゲイリー・ブルッカーが作曲。イントロダクションは、 バッハの還元楽組曲第3番 G 線上のアリアからの引用とされる。1988年に日産自動車から発売された S13 型シルビアの CM ソングに使用されたのをはじめ、多くの CM や TV ドラマなどで使用されている。また、1997年3月9日シニアにフジテレビが川田町級社屋からの放送終了後、 フィラーとして流した最後の音楽となった。1967年5月12日に発売され、2週間で40万枚近くを売り上げた。イギリスのヒットチャートで6週連続1位を獲得。アメリカで5位を獲得するなど、全世界でヒットを記録した。だが、当時発売のファーストアルバムには収録されていなかった。その後の再発売などでは収録されている。 この曲ができた当時は、マルチトラックも発達し、ステレオ録音は一般的に行われていたが、この曲はあえてモノラル風の作りになっている。なお、砲台は青い影となっているが、現代のシェードは影ではなく、色合い、色調という意味であり、現代を訳すと、蒼白な白に近い色調といった意味になる。生前のジョン・レノンも、 この曲をお気に入りの一つとして挙げており、人生でベスト3に入る曲と語り、発表当時の1967年には、今の音楽業界で、この曲以外は聴く価値がないと発言していた。日本のポピュラーミュージシャンにも影響を与え、松藤弥美はこの曲をきっかけに音楽を自作するようになる。山下達郎も当時ラジオでこの曲を聴き、すぐにレコードを購入し、 その日のうちに100回は聞いたという。撮影地のウィットリーコートの遺跡。最初の青い影のプロモーションクリップはイングランドウスターシャー州ウィットリーコートの遺跡で撮影された。ヒットシングルで演奏した5人のミュージシャンのうちの4人、ゲイリー・ブルッカー、マシュー・フィッシャー、デイビッド・ナイズ、レイ・ロイヤーが出演し、演奏と遺跡を歩いて回っている。ドラマーだけが、 ビデオの記録に残っていない。初期のバンドメンバー、ボビー・ハリソンは、スタジオミュージシャンのビル・エイデンのドラムを彷彿させる。このフィルムは、ベトナム戦争ニュース映画の映像を挿入した、ピーター・グリフトン監督が指揮し、BBC のテレビ番組、トップ・オブ・ザ・ポップスで放送禁止となった。プロコル・ハルムは、その後、スコピートン技術を使用して、もう一つのプロモーションクリップを制作した。 このフィルムには演奏シーンはなく、野外でのシーンのみである。この時点で、ロビントロワーと BJ ウィルソンは、バンドのロイヤーとハリソンを入れ替えたので、5人のミュージシャンのうち3人だけが録音に参加している。2004年にリリースされたトップオブザポップス40周年記念1964から2004の DVD では、この曲は1967年を代表している。 ジョエル・ガレンのデファ、ビューミュージックビデオシリーズの一部として撮影されたフィルムもある。もともと1985年後半から1986年にかけて様々なネットワーク上で放送されていた。このビデオはハリー・ディーン・スタントンとバーニー・トゥパンが出演しているが、バンドのメンバーは取り上げられていない。VH1 クラシックで放映され、最近はオンラインで登場している。 2005年、マシュー・フィッシャーが、青い影の著作権をめぐってゲイリーとキースを相手に、訴訟を起こした。フィッシャーは、オルガンソロを書いただけでなく、ゲイリー・ブルッカーによるオリジナルのコードに、重要な改変を加え、2分36秒間にわたり、オルガンで貢献していると主張し、この曲の作曲者としての印税をメンバーに要求した。一方、ブルッカーは、 青い影はフィッシャーがプロコルハルムに加入する前に作られていて、フィッシャーはアレンジしただけだと主張している。2006年12月20日、高等法院はフィッシャーの訴えを原則として認め、40%の著作権を認める判決を言い渡した。ブルッカーは判決を不服として控訴した。2008年4月3日、 公訴院は2006年の判決を一部覆し、青い影における、マシューの作曲者としてのクレジットを認めつつも、それに伴う印税は、一切フィッシャーには入らないとした。だが、2009年7月30日、貴族院は2008年の公訴審の判決を覆し、フィッシャーの言い分を認める、最終判決を下した。これによって、長期間にわたる法廷闘争に終止符が打たれた。 ありがとうございます。